イッツ・ティームアイバク・アルマリク・アルム・イッツ・イッツ・ディーン、アイバクから1257年4月10日は、アイユーブ・朝で活動したマムルークの将軍で、バフリー・マムルーク長の第二代スルターン。アイユーブ長のスルターン・サーリーフのカフで3ヶ月間、女性、スルターンとして君臨したシャジャル・ア・イコール・ドゥッドと結婚し、マムルーク長の最初の男性、スルターンとなった。名から、 アルマリクアルムイッツアイバクとも呼ばれる。アイバクは、トゥルク系の羊で、その名は、トゥルク語で、ガツの主を意味し、アイコールトゥルクマーニーというニスバを添えられることもある。アイユー部長のサーリーフに、マムルークとして使え、スルタンの身辺に使える、毒味役からアミールに出世した。1250年、サーリーフの後を継いだ、トゥーラーンシャーが、 サーリフ直属のマムルーク軍団であるバフリーヤによって殺害され、シャジャルアイコールドゥルがスルタンとして即位したとき、アミールの筆頭であった。やがてシャジャルアイコールドゥルの即位に反対して、アレッポに残るアイユー部長の地方君主やダマスカスのクルド人アミールらが反旗を鮮明にし、アッバース朝のカリフ、ムスタースイムが女性の即位を非難するなど、 女性スルタンに対する抵抗が強くなったため、同年にシャジャルアイコールドゥルは、アミールの最有力者であったアイバクと結婚し、アイバクにスルタン位を譲った。アイバク以降、スルタンはマムルークの出身者やその指定から選ばれるようになったため、その政権はマムルーク長と呼ばれるが、3ヶ月しか統治を行わなかった女性スルタンであるシャジャルアイコールドゥル。 をマムルーク朝のスルタンに数えず、アイバクを初代スルタンとすることも多い。アイバクは、ムスタースイムと交渉して、カリフの代理人として、エジプトを支配する名分を獲得し、シリア地方に残存する、アイユーブ朝勢力との戦争に入った。こうしてアイバクは、エジプトのスルタンとなったが、シャジャルアイコールドゥッは、アイバクとの再婚に際し、すでに高齢で、妻子もいたアイバクに離婚させ、 自身の管理するサーリーフの遺産をアイバクに譲らずに保持して権力を握り続けたため、アイバクとシャジャルアイコールドゥルの利害関係は対立に転じた。また先代、サーリーフの子飼いのマムルークとして、アイバクよりもシャジャルアイコールドゥルに忠誠を誓うバフリーヤの間の関係も緊張し、アイバクはこれに対抗するために、自らの子飼いのマムルーク軍団を養成し始めた。 1254年、アイバクは前年休戦したアイユー部長との戦いで、大いに活躍したバフリーヤの指導者アクタイが、略奪暴行を行ったことをきっかけにバフリーヤの排除を勧告。アイバク古外のマムルークの将軍、クツュズが、アクタイを殺害した。バイバルスラザンヨのバフリーヤは、アイバクを恐れて、シリアに逃れ、アイバクは、 自身の権力を安定化させることに成功したが、バフリーヤが、ダマスカスのアイユー部長のもとに逃れたために再び、シリア方面での戦役に専念しなくてはならなくなった。アイバクは、シリアのアイユー部長との戦いにおける候補の憂いを立つために、周囲のムスリム諸君主との友好に努めたが、イラクのモースルのアミールと友好を深めるために、アミールの娘との縁組みを行おうとしたことが、 命取りとなった。後ろ盾である、バフリーマムルークを失って、孤立無縁となった全スルタンのシャジャルアイコールドゥルは、サーリーフの家父として、夫愛クのスルタン位を保証していた、自身の地位が、愛クの縁談によって脅かされることを悟り、1257年、先手を打って、宮廷内で、愛クを殺害させた。しかし陰謀はすぐに露見し、シャジャルアイコールドゥルもまた、 アイバクのマムルークたちによって殺害された。アイバクの後継のスルタンには、彼の戦災との愛の子、アリーが即位したが、やがては各力のないアリーは、バグダードを征服して、アッパース長を滅ぼしたモンゴル軍がシリアに迫るという、国難の最中に、父のマムルークの最有力者であるアミール、クトゥズによって敗され、アイバクの応答は2台で途絶えた。ありがとうございます。